皆さんこんにちは、ナミです。いつも動画のご視聴、たくさんのいいねやコメントありがとうございます。今私はデンマークワーホリが終わって、こちらバルセロナに来ています。ワーキングホリデーが終わって、ちょっと日本へ帰る前に、デンマーク周辺の街をちょっと旅行してから帰国しようかなと思って、今その旅行の途中のバルセロナにいます。で、今回皆さんにですね、お話ししようと思っているのがですね、私がデンマークワーホリでどのように職探しをしたのか、最終的には私はデンマークで就職ができて、で、どのようにその仕事はどうだったのかとか、時給はいくらだったのかとか、どのように探したのかっていうのを今回皆さんにシェアしようと思います。で、私はですね、私と私の旦那さんでデンマークワーホリを取って、デンマークで半年間住みました。だいたい3月半ばから9月初めまでですね。だいたい半年間ぐらいデンマークには滞在しました。ワーキングホリデーっていうのは29歳まで年齢制限がかかっているんですが、でデンマークはですね、申請書とか書類を出した時点で31歳になってなければ30歳でもデンマークワーホリビザはおります。で、私たち夫婦はですね、もう30歳なので、もうギリギリですね。で、ワーキングホリデーが取れたということで、デンマークを選んで、ワーキングホリデーで過ごしました。デンマークのワーキングホリデーについてはですね、私からではなくて、New to Denmark っていうホームページがあるので、そちらからご覧になった方が早いと思います。詳しく書いてあるのでね、そちらをご覧ください。では、仕事探しの話になるんですけど、3月半ばからデンマークへをしてきて、私たちはエスビアウという西の末端の町に住みました。なぜエスビアウを選んだかというと、とりあえずデンマーク物価も高ければ家賃も高いんですね。何もかも高いんですけど。で、コペンハーゲンをすごく探したんですが、ちょっとやはり家賃が高いし、いい部屋を探すとなると家賃が高くなっちゃうので、エスビアウという街で、A&B でとてもいいお部屋を見つけたので、私たち夫婦はエスビアウに住むことを決めました。お部屋の動画はですね、YouTube でアップしてあるので、ぜひ見てみてください。で、デンマークの仕事探しなんですけど、私は6月末から始めました。で、私の旦那さんのデンマークのビザがですね、9月半ばで切れちゃうんですね。なんで、私は9月半ばまでの働き、6月末から9月半ばまで働ける仕事を探してみました。で、かなり短期間なので、で、デンマークのワーキングホリデーって6ヶ月間働き、最長6ヶ月間働けるビザが降りるんですけど、私仕事探しを始めるのが遅くてですね、2ヶ月か3ヶ月くらいしか働かない不利の中、探し始めました。で、まずすごい、SBI での仕事探し、どこの街、デンマークどこの街でも仕事探しっていうのはとても大変なんですけど、大変だと思うんですけど、SBI で私が仕事探しをやってみて、もうどうだったかって一言で言えばとても大変だったっていう思いしかないです。コペンハーゲンでもきっと大変だと思います。でも、多分、私が日々感じたのは、コペンハーゲンの方が仕事探しはやりやすいだろうなっていうのは、ちょっと感じてしまいました。あまりにも大変だったので。まずですね、いろんなとこにレジュメを配ったんですが、デンマークってどのように仕事探すのって思われると思うんですが、私は6年ぐらい前にカナダでワーキングホリデーをしたんですね。で、カナダのワーキングホリデーでは、レジュメをすごくたくさん吸って、もうばらまきみたいな、チラシ配りみたいに自分のレジュメを配りまくるんですね。で、私、カナダのワーキングホリデーの時、とてもラッキーで、紹介で仕事が見つかったんですね。すごくラッキーで。紹介ってすごい強いんですよね。なので、あまり苦労なく、仕事は決まったんですね、カナダでは。カナダでは、カフェかな?カフェでサーバーとして働いてました。で、私の英語の実力といえば、英検準2級ぐらいは取って、で、そこでカナダのワーホリ行って、で、サーバーを経験してより英語が話せるようにはなったんですけど、すごい話せるわけではないんですね、私。英語はすごい、正直言って旦那さんの方がすごく喋れるし、理解力もあります。私は喋れないこともないですけど、全然喋れないこともないし、すごい喋れるわけでもないみたいな感じの中途半端な立ち位置にいて、あまり
不安だったんですね。6年ぶりだし、ワーキングホリデー大丈夫かな、それまでずっと日本にいたんでね、ちゃんとやれるかなって不安もあり、レジュメも自分で作ってばらまい、自分でデンマークワーホリでこうレジュメを配っていったわけですね。でもちろん私デンマーク語が話せないので、デンマーク語が話せませんってことも伝え、あと期間ですね、何日なんか働いたいとか仕事募集してますかとか、いやまず期間とかそういうの話す前に、まず募集してますか、探してます、仕事探してるんですけどって言って、まあ大体断られるんですけど、まあ断られなくてもデンマーク語話せるのとか、デンマーク語が話せるかどうか絶対聞かれました。なので私は一応デンマーク、エスビアの学校ですね、無料でデンマーク語学べたので、本当に自己紹介程度、簡単な自己紹介程度は話せるようになったので、なんかもうそれで自信がない自分を見せたら相手もこの子雇いたいと思わないのかなと思って、少ししか話せないくせに話せますって言ってて、どれくらいって言われたら少しとか言ってましたけど、さすがに堂々と出ました。英語もちょっと自信なかった節もありましたけど、一件二件断られても、あ、もう自信がない自分を見せたらダメなんだと思って、もう私の英語全然向こうもわかるし、向こうも理解してくれるし、私も向こうが言ってる英語を理解しできるので、あ、私の英語ある程度大丈夫だなってそこで理解してですね、もう大丈夫だってことになったので、もう自信もついて、もうそのままどん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 レジュメを配っていったわけですね。で、配っていったはいいんですが、全然決まらないんですね。で、私は、日本では和裁士として、職人として仕事をしてたんですが、デンマークのワーキングホリデーって個人での営業ができないんですね。なので、和裁で個人っていうのはまずできない。まあ、せっかくデンマークに来て、また日本と同じようなことやるの、ちょっとなと、また違う経験がやりたくてですね、なんか、別の仕事を探したわけですね。いろんな。やりたいなと思える仕事。あ、ここで働きたいと思える店に働きたくてですね。あ、もう、魅惑的に雑貨屋さんとか、アイス屋さんとか、まあ、レストランとか、いろいろ行ったんですけど、まあ、全部ダメだったんですけど。で、あまりにもダメで、そのダメな理由っていうのが、まずデンマーク語が話せるかどうかだったんですね。だいたいデンマークって英語が通じる国なんですけど、エスビア、英語も通じないところがあったんですね。で、デンマーク語のが絶対必要、それかドイツ語が必要みたいなとこもあって、これはもうちょっと難しいぞとなってきたので、いろいろ Facebook とかインターネットとかいろいろ見たんですけど、でそこで私視野を、視点を変えて挑戦してみたんですね。でそれが英語を使うところに行くしかないって、英語を絶対使う場所どこだろうってなった時にですね、ホテルだって思ったんですね。ホテルに行きました。ハウスキーパーの経験欲しいなと思って、そこで募集してるか探して、で Facebook にですね、近くのホテルがハウスキーパー募集ということで見つけたので、 Facebook でもメッセージを入れて、で実際そのホテルにも行って、探してますかって聞いたら、探してるよって言われたので、でそこでアポイント取って、でマネージャーとつながって、でそこでジョブインタビューがいつ来てくださいっていうのを決めました。もう一安心です。ここで一安心。まあ、まだ受かったかどうか分かんなかったので安心はできなかったんですけど、まあとりあえず第一歩かなって、もうジョブインタビューにも行けなかったので。で、そこでジョブインタビューをして、ジョブインタビューも何聞かれるのか怖すぎて、ジョブインタビュー一覧みたいなのを検索してすごい見てたんですけど、まあとそういうこと一切聞かれず、いつ来れるみたいな。いつ来れますかみたいな。あ、行けます、その日は。みたいな感じで、もう話がどんどん進み、あ、じゃあ明日から来てねみたいな感じで、もう職がもうすぐ決まりました。多分そのマネージャーもハンガリーの方だったので、もう英語で全部話をしていきました。そこで仕事が決まってですね、制服、黒い制服を2枚もらって、あと黒のズボンは買ってねって言われたので、まあ近くの H&M で安い黒いズボンを購入して決めました。時給ですね、時給はデンマークかなり高いです。びっくりするぐらいですけど、私のホテルでハウスキーパーとして働いてて、時給が1時間132クローね、だいたい日本円で2800円ぐらい、かなり高額ですよね。でプラス日曜日になるプラス500円ぐらいになって、1時間3000いくらとかになります。すごい時給が高い、やったーってなると思うんですが、で私のハウスキーパーの時給っていうのがちょっと変わってましてですね、歩合制みたいな感じなんですね。で一部屋15分カウントしてるので、1日15部屋ぐらいもらえるので、で 15×15、225分
で、大体それをまた計算すると3時間45分の計算になります。ということで3時間45分分の給料しかもらえないわけですね。で、大体仕事は4時に終わるということですが、もう自分の仕事が終わったら4時まで待たずに早く帰っていいよとマネージャーから言われてたので、大体15部屋、朝9時から始まって2時半には終わってたので、もう2時半には帰ってました。私的にはいい仕事だなって思ってました。こんなにゆとりがある生活は初めてでしたね。デンマークって幸せの国って言われてて、仕事が4時に終わるとか記事でよく見たりしたんですけど、本当に4時前ぐらいには終わって、その後自分の時間がゆとり持って持てて、この生活はすごくいいなとは思いました。日本でもこういうことできたらいいのになーって思いました。ね、一月の給料がですね、お部屋の数にもよるので、一概にこれ一月いくらもらいますっていうのも全然違ったりしたんですけど、だいたい一月15万、17万とか、多い時は20万とかもらえたりしました。で、お仕事の内容ですね。私がハウスキーパーとして始めて5日間はですね、トレーニング期間としてマネージャーからこうやって掃除するんだよって物はここにあるよとか説明を受けました。5日間はですね、時給で支払われます。もちろんまだ15部屋とか1日15部屋できないのでね、トレーニング期間が終わるともう次から少しずつ10部屋とかがもらえてお掃除を始めました。もう最初の方はですね、もちろん15分で1部屋できないですね。1時間ぐらいかかって。もう何が正しいのかわからない。何が正しいというかやってるんですけど、どこまでがマネージャーの OK なのかわからない。どこまで綺麗にすればわからない。これが正しいのかどうかよくわかんなくやってたので、初めてで。すごい時間がかかって、もう45分とか、もう1時間とかかかってたんですけど、もう2ヶ月ぐらい経つと、だんだん何がどうすればいいかわかってきて、もう15分でできるようになりました。あとですね、トレーニングが終わって、で、まあ、また数日経った時にマネージャーからマネージャーアシストやらないって言われて、おお、まだ全然慣れてないけどやるのみたいな思ったんですけど、なんか私が英語が話せたので、他の従業員さんです。英語が話せない、英語が通じないみたいな人が多くて、なので英語が話せる人必要だったみたいで、マネージャーアシストは。私もいろんなことチャレンジしたかったので、あ、じゃあチャレンジしたいですってやってみたんですけど、で、マネージャーアシストの仕事っていうのはほぼマネージャーと同じ仕事をするんですけど、シフト管理以外の。レセプタント、受付の人と会話しなきゃいけないですね。まあ、まず英語ですよね。そこも大事。受付の人と今日の部屋の掃除をするべき部屋と、で、この部屋には問題があるとか、この部屋には何をしなきゃいけない、何を置かなきゃいけないとかのを聞いて、で、その指示通りにして、で、みんなに振り分けて、で、そのみんなが振り分けたら、その各階のシーツとかベッド、各階にあるので、それが足りてるかどうか、全倉庫チェックして、なかったら補充したりとか、各階でなんか部屋にそういう問題があったら、私がまた受付に言わなきゃいけないので、まあ、あと忘れ物があったりとか、いうのを、まあ、管理するというか、レセプタントに伝えるだけなんですけど、部屋も最後、掃除が終わった後は全部チェックして、綺麗になったかどうか、何かちゃんと補充したものはちゃんと足りてるかどうか、全室チェックして、で、OK になった部屋をレセプタントに知らせる。という、まあ、ほぼ、マネージャーと同じ仕事ですね。をしました。もうこれが、てんやわんやですね。まだ私、初めて1週間なのに、また、マネージャーの仕事も始めて、もう何が何だかわからないうちになんか始めちゃったので、これ大丈夫かと思ったんですけど、チャンスってなかなかないのでね、まあ、やれるだけやってみようってことで、チャレンジをしてみました。まあ、結果ね、まあ、もちろん失敗しますよ。まだ始めて1ヶ月も経ってなくて、マネージャーの仕事を始めて、まだ自分の部屋の掃除とかもまだ極めてないのに、マネージャーのね、仕事も始めちゃったんで、まあ、もちろんクレームが入ったらしく、まあ、どんなクレームが入ったにせよ、そのクレームは私のね、人生の糧になると思ってるので、どんなクレームが入ったのか聞いたんですけど、まあ、教えてくれなくて、まあ、よっぽどだとかわかんないんですけど、まあそっから私はまあマネージャーの仕事はせずに、もうずっとお部屋の掃除ばかりし、部屋の掃除をして終わりました。もう仕事自体ですね、すごい私はすごい楽しくしてました。ハウスキーパーの仕事ですね。なんかみんなそんな簡単だから夢がないとか、なんかそう、あまり話せないから嫌だって思うかもしれないんですけど、私的にはすごいいい仕事だなって思いました。なんか快適に過ごしてもらうために、どのように部屋を作るのか、
っていうのを学べたので、その学べたおかげで自分の部屋もこうやってメイキングすればいいんだなっていうことも知れたのでね、すごいいい経験でした。じゃあここでですね、皆さんに伝えておきたいのが、給料を受け取るためにですね必要なことになっていきます。もちろんですね、銀行の登録、電話で使える電話番号の取得、あとですね、住所登録、TPR カードの制作、まあこれはマストで皆さん行うと思うんですが、その他にですね、税金カードを自分で作るということがあります。これがなかなかに私は手こずりました。結構手間がかかる作業になってきて。で、この税金カードっていうのがですね、デンマークで仕事をするにあたって自分でやらなくてはいけないことの一つになってきます。で、仕事を始めて、で、デンマークでちゃんと税金を支払わないといけないわけですね。で、もしこの申請を行わない場合はですね、なんとデンマーク側から 55% の税金が引かれるんですね。もう半分以上引かれます。もう辛いですよね。デンマーク本当に税金が高いので。なので申請はしっかり行いましょう。で、この申請が大変な要因の一つなんですけど、仕事を始める1ヶ月前までは申請もできないんですね。で、仕事がちゃんと決まって、仕事を始めてすぐですね、申請をしないと、次の給料を振り込まれるまでに間に合わないと困っちゃうので、申請を自分でして、で、すぐ帰ってくればいいんですけど、だいたい2週間ぐらいかかるって、メールで帰ってきたので、私の時は。で、結局でも1日ぐらいで私はできたんですけど、なので、なるべく申請はもう、早めにしておきましょう。就職決まってね。税金カード、タクシーカードですね。自分の申請方法っていうのがね、たくさんあるので、で、そのうちの一つですね、私がブログで、ナミキャンバスというブログで、紹介してますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。で、私のやり方以外にでもですね、他にもやり方いっぱいあります。なので、そちらも探してやってみてもいいと思います。で、私のもしですね、やり方をやる場合は結構書類が必要です。まずですね、コントラクトがいります。コントラクトはですね、デンマークはですね、絶対企業側と私従業員側が結ぶ契約書を制作します。これは絶対なんですね。で、それを絶対もらえるはずです。ちょっともらえなかったら怪しいです、その企業。でも絶対なのでもらえるはずです。で、そのコントラクトをですね、私のタクシーカードを作ればいるので、コントラクトのもらうことと、あと自分のパスポートのコピーですね。あと、私は結婚してるので、その結婚証明書っていう、デンマークで特別に発行するものなんですが、それもいります。あとは、デンマークワーキングホリデービザのコピーですね。この4つは必要になってくるので、必ず書類は準備しておきましょう。あとですね、デンマークでのですね、給料を受け取る前にネムコントというものにデンマーク口座を登録しないといけないです。で、ネムコントっていうのがですね、公的機関ですね、がきちんと計算して、で、ネムコントに登録した銀行に税金を引いた額を給料を振り込んでくれるっていうシステムなんですけど、で、ネムコントの登録はですね、銀行によって登録がどうやってやるっていうのはあると思うんですけど、私はルナーっていう銀行を使ってネムコントの登録をしました。もう普通に登録しますか、はいしますって簡単にできたので、1日ぐらいに日にちを得てネムコント登録しましたって簡単にできたので、多分そこまで苦労はなくネムコントの登録はできると思います。なのでネムコントの登録と納税カードの作成は頑張って自分でしなくてはいけないところなので、頑張ってやってみましょう。あとその他ですね、私のブログで詳しく私の仕事がどうだったのかとか、銀行口座のついてとかも書いてあるので、ぜひそちらも参考にしてみてください。はい、ではいかがでしたでしょうか。デンマークでの仕事探しはですね、というか SBO での仕事探しはですね、めちゃくちゃ大変でした。仕事探しは大変だったんですけど、もう仕事を探し合ってた後はもうとてものんびりとしたデンマーク生活を過ごしてました。朝9時から始まって2時半には仕事が終わって、その後は全部自分のための時間みたいな感じで、こんなにゆっくりとした生活は本当に久々にしたかなっていう気持ちでした。デンマークとっても自然が豊かでですね。で、私がいたエスビアはですね、まあ、コペンハーゲンと違って、もう全然田舎というか何もない。何もないんですね。人もいないし。なんですけど、その分静かで、
ビーチも近いし、なんか自然も豊かだったので、最初のエスビオどうだろうと思ってたんですけど、もう最終的にはもう私の第二の故郷と思えるぐらい好きな街になりました。デンマークでの仕事探しってものすごく大変だと思うんですね。私のエスビオでなくてもコペンハーゲンでさえすごい大変だと思います。で、私がアドバイスできるとしたら、ある程度の英会話能力は必要になってくると思うので、ちゃんと意思疎通、与えられる程度の英会話能力を得てから行くのがいいかなと思います。あと会話に恐れがない感じですね。あと、もしもっと有利にしたい場合はデンマーク語も勉強した方がいいかなと思います。就職の際は絶対デンマーク語話せますかとは聞かれちゃう、多く聞かれる場合があると思うので、デンマーク語もできたら取得できたらないいかなと思います。あとは自信だと思います、私は。で、私はなんか最初 1,2 回ぐらいはまあまあちょっとビクビクしちゃったんですけど、もうなんか吹っ切れまして、もうデンマーク語話せるって言われても、はい話せますみたいな、ちょっとしか話せないんですけど、もう言ってたくらいだったんで、まあやっぱ変に自信がある人の方が雇ってくれやすいのかなって私は思って、もう最後ら辺はもう自信持ってでグイグイ言ってましたね。変に自信がなかったりするとね、この子大丈夫かなって思われちゃっても、そのせいで仕事のねチャンス逃すのも辛いので、なのですごいその一軒一軒行く勇気とかめちゃくちゃ大変ですよね。もうめちゃくちゃわかりますその気持ちだけど、もう仕事がもうゲットできればそこからもうデンマーク生活あとは楽しむだけなので、もうぜひ頑張ってください。もう誰にでも得られないいい経験を今してると思うので、すっごい大変ですけど、でも絶対自分の人生にとっていい経験なので、ぜひ頑張ってください。ナミキャンバスはですね、旅行に関する動画を多く上げています。ではこれからも私ナミと旦那さんのことをよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。ではまた。